どこだ、どこから、おお。コンティニューラスボス戦を選ぶと、この選択肢のところからスタートか。もう一回綾野戦やってからだと思ったよ。よし、じゃあ今度はとどめを刺すぞ。横の木を使うか、それとも岩を使うか。ここには反映されてないのかな、それともニューゲームしてからかな、あの衣装反映はね。イベント中にね、にゃーんとか言われても困るからね。うりゃ、判断が早い。1年後、お供えの花だ。あ、10円ゲーム壊さなきゃ。オープニングのこの辺り歩けた時ほんと楽しかったな。あなたと話をしたかった。あなたを許すことはできないけれど、それでも話をしたかったよ。綾野さんのことは誰にも、父さんにすら話してない。死体はどうしたんだろう。あなたに毒を飲まされても埋めたのかな。死ねなかった綾野さんはあなたを縄から下ろして助けようとしたんだ。絹さんを抱いて玄関先まで運んだんだろう。綾野さんは最後まで絹さんを呼んでいたよ。俺は綾野さんを殺してしまった。そう、あ、そう思っていたのに。殺せてない。綾野さんは消えていたんだ。こっちの方が彼女の柄をあのままにできなくて、まっとうなエンドっぽさがあるな。埋葬しようと戻った時にはもう綾野さんの姿はどこにもなかった。眉？これ、そこにあったのは穴の開いた巨大な眉と地面を這う真っ白な無数の蚕だけだった。もしかすると綾野さんは今もあなたを探しているのかもしれない。ここは時期湖の底に沈む。もうここには来ないよ、さようなら。で、裏に綾野さんいないか。お、立ってる。あれは強者のオーラを出して立っている。たとえこの渇きに生涯苛まれることになっても、俺の中にどんな血が混じっていても、それでも俺は人として生きるよ、綾野ばあちゃん。最後は退治してエンド。まあ、綾野さん殺さなかったルートを、もう港がだいぶ頭おかしくなっちゃったような感じだったから、こっちの方がまだうんって感じかな。ただエンド多分あと2つあるってことだよね、この感じだと。終わった後のボーナスコンテンツ、ショップで買ったやつさ、うん、どう変わっていくのか。これセットしないとだね。ど
どんな風になるだろうな。持ち込みアイテム、ここでオンにして無限10円は手に入れてない。ハード、ナイトメア、走ることでスタミナ減少。うん、普通のノーマルだとチェイス時のみスタミナ減少。回復アイテム設置されなくなります。敵の能力と遭遇率大幅上昇。一撃死の緊張感を味わいたい人に向けのと。まあエンディングには影響しないんで、内容を見るだけだったらもうイージーでもいいかな。うん、あとはエンド回収ですからね。ここまで来れば、キヌさんの家はもうすぐだ。お、一周目になかった謎の人形。よし、まずは。いろいろあってもうクタクタだ。昨日からろくに寝ていないし、父さんが。なんという激しい動き。どこかで休もう。私は信じたい。 UFO ポスター。なんと素晴らしいポスターなんだ、ミナト君。俺は信じてる。これは2周目でしか見られないやつですね。そしてまず裏に行き、ニワトリだ。うおー、ニワトリ。うわうわ、えい、えい、なんて心苦しい。お、倒れた。結構丈夫ですね。ダッシュダッシュダッシュ、キックエンドダッシュ。ああ、稲妻シュート決めちゃった。あともう1羽。ここら辺のはもう倒れてるね。よしよし、何がよしなんだ。どこから。おお、うわあ。巨大鶏。リンクよりひどい死を迎えたよ。